ででん、私は最後に何と書いたでしょう最後まで読んだ人だけわかるはず今日も好きです。あ、トヨタ来てくれてありがとう。エレッタさんこんばんは。ブログが意外と無のやつだった。あ、そう、なんかど何を書こうと思った時に、なんか私一回そのブログとメールのなんか違いみたいなのが分からなくて、最初の方そうで、まあ、初めてのブログはそのファンクラブに入ってる人全員が見れるから、なんか私のことを知らない人も見るから、なんか過去のこととかそういう方がいいのかなと思って、だからみんな結構さ自己紹介とかしてたじゃん、他のメンバーも。ヘイターと初めてのおそろいね、本当に次はワンピースだね。マイピーゆうさんしっかりね、ゆうさんもいつもツイートしてくれてて読んだんだろうなと思った。感動の涙よかった徳島のひくんさんも見たよ、ありがとう。フォークグリュー、え、やったオールマイト、うーたんと楽しもうねこんばんは、もっくんさん、かねっちさん、こんばんは、ちちゃいさみさん、こんばんは、ゲンマリマ。読み応え、ほんとに開業が微妙だった。え、どういう、開業が微妙だった。ありがとう、ご、貴重なご意見。え、どういう、あれだった、どういう開業にあれされてるんだろう。私、私が送った通りにあれしてるのかな。みさみさは全然長くない、読みやすすぎて一瞬嘘ね。でもみさみさとリエチのレポ読んだよそんな話してたんだと思って。サンダーミリアさんこんばんは、福山駅にあったら明日ガチャガチャしよう。スタバも、え、そうだよ、ゆきちゃんもみんなでお揃いにしよう。これ8割れ、私は8割れが好きなの。うらみさんかわいい、両方またって、え、嬉しい、トヨタンありがとう。ブログよかった、え、徳島のひっくんありがとう。そうブログね、次は2週間後、2週間後ではないか、いつだろう、次またリア中に戻るよね。帰省オーディションに、なんだろう、徳島のひっくん風邪でしん、え、トヨタまだ治ってない、大丈夫大丈夫、放課後ホームルームまで無理しないでね、本当に引き込まれる文章ほんとよかった。そう、私ね、なんかリエチからも「ヒータンうまいよね」って言われるんだけど、わかんない、そのね、文章のうまい下手ってあるんですか文章にさ、うまい下手ってあるのって思うんだけどさ、下手な文章なんてなくない、このようにと思って。うらみさんお疲れんくん、2期オーディションの時のこと懐かしくなった、懐かしいよね、4年前ですよ。もうハナピーさんこんばんは、初見初見、ブログ読んで泣いちゃって嬉しい、オールマイトありがとう。今日もは、え、見たよ、メイルくんも再販、え、嬉しい、ひーくんありがとう、徳島のひーくんありがとう、お話ししよう、浴衣なので。一応、え、見た見た、渡る渡るのも見てるよ、しっかり。大人な文章、あ、大人な文章、あ、確かに大人な文章、大人の文章なのかな、わかんないけど。そうすごいリーチが毎回褒めてくれるのね、ひーたんうまいみたいな、メールメールね、メール。そうだから、でも別リーチのも見せてもらうけど一緒じゃないと思ってさあ内容的に書いてること別に一緒じゃないと思って、大体ね。ホイプロさんこんばんは、ゆうきさん、ひーたんありがとう来てくれて、ジェルタビさんこんばんは、ひーくんだるま100個投げたよ、ありがとう、だるま。トヨタンブログの感想、あ、見た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 、ありがとうね、トヨタンもブログでたくさん思い伝えてくれると、あ、そういうことか、マエピも読んでくれたのね。パソコンで書いてないよ、 LINE スマホで書いたよ、ヒラリンアートさん元気もりも無理せ、レポ読んだん、でも面白いことイコール言えないことだからツイート引っ掛けなかった、あ、そういうことね、そういうことね、ツイートで言えないことなのねめっちゃ気になる、また教えてゆきもあちゃ
カレー好きなのモモンガ、あ、私のね友達がモモンガが好きで、モモンガ出るまで一生回してたの。モモンガ好きなのゆきちゃん、素敵な茨城さんなんだよね。さやまっちさん、はじめまして。今日ははじめましてだね。ラパンさん、ひーたん、ありがとう。ラパンさん来てくれて。体ボロボロです、やばいじゃん、めっちゃ重症じゃん。風邪、私めっちゃ頭良かった、文章天才だった。本当にインパルスさん、ミュッポンと、そうウータンと、ほそうホームルームなんですよ。あのぜひ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 っていうか、もう今日登録出たのか。そう、さっきまでウータンにあげる服を今そこに出してあるんだけど、あのいっぱいあるこんなにいるかなってぐらい。大学さん、あちらこんばんは、来てくれてありがとう。定休、あ、そういうことね、押し間違えた。フラッシュスペシャル、あ、そう、フラッシュも今日あの発売で、私もお家に届いて、夕方ぐらいかな、夕方ぐらいにお家に届いて見ましたよ。すぐ速攻開けた。あの大型が出ましたね、開け方に。もうビリ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 って丁寧に開けないんです、もう早く見たすぎて。多分これが A 型の方だったらめっちゃ丁寧に開けるんだろうなって思うけど、私は早く見たすぎてもうビリビリビリって開けちゃった。読みやすいかどうかはあるんでは、あるのかな。5月ラスト初見です、ありがとう来てくれて。文章は点、文章文才あるの、私才能文才あるのやったわかんないんだよね、そのどう、お母さんもびっくりしてて、どこでそんなあのなんかなんだろう習ったのみたいな。まあでも確かに大学で日本語の勉強してるし、そう、ヒータン、ヒータン、でもヒータンでもヒメナーでも、あのねあのその 2.5 期の皆さんとあのレッスンをした時に、初めてした時に、そのツアーのね、その最初集まってなんか自己紹介みたいなのをしたんですよ。まあもう顔合わせも何回かお会いしてるし、その何、多分名前も知ってる人は知ってると思うんですけど、 2.5 期の皆さんも、けどまあ一応みたいな感じで、みんなでその輪っかになって自己紹介をしたのね、 2.5 の期の皆さんに。その時に言うのはなんか好きなおにぎりの具と、違う、自己紹介の内容が好きなおにぎりの具と何だったっけ、名前だったの、なんて呼んでほしいかみたいな感じのやつで、なんかみんな3期ね、みんなそのニックネームで言ってたの。そのひーちゃんとかだったらひーちゃんって呼んでくださいみたいな。ひめなはひめなって呼んでくださいって言っちゃって、そう、もうね、ひーたんいずれ消えそうっていう話私さ、メールでもさ、あんまりひーたんって自分のことを言わ、私自分でひめなって言うんだけど、そう、多分ショールームでも最初の方は何回かひーたんって言ってた気がするんだけど、自分のことを、なんかいずれひーたん消えそうなんだよね、ひめなになりそう本当に。ゆきの知らんひーたんのことがたくさん、すごく幸せ、嬉しい。そうだね、ゆきちゃん知らん、あのそうです、あんな過去だったんですよ、ゆきちゃん。今度ね、まだあの T シャツ持ってるから、2期生オーディションの時の、それも送ろっかな、そう、送ろっかなっていうか、ショールームでも。そう、読んでも意味が文章って、あ、そういうことね。つぼちゃん、こんばんは、本家だが、とうとう通信サービス、タブレットでなんとか復活、復活、なんか久しぶりだね、つぼちゃん。響ちゃんとごっちゃになる、さあなるよね、そうなるの、なるんだけど、なんかもうひーちゃんはひーちゃんって感じなんだけど、ひめなってひーたんって感じないじゃんわかる、なんかひーたんって感じないから、そう、なんでやねん、こんばんは、こんばんは、なんでやねん、おわび、今日も好きなんですよ、なんで謝るの、ワンクと1時間めっちゃ遊んでんじゃん、長文でしたがね、読みやすいブログではありました、嬉しい、もっくんありがとう。そう、長いかなって思ったんだけど、どこも削りたくなくて、でもあれでも削った方なの、本当は長かったんだけど、もっと
その時その時の心情が、ああその時その、確かにね、ここ重要とか皆さん見ました。フラッシュまだ届いてない、早く届きますように。コミュ障発揮大丈夫だよ、私とウータンがもう攻めまくるから。フラッシュスペシャル見ました、ページをね、本当にすごいね、凝ったデザインをしていただき、フラッシュありがとう、ゆきさん嬉しい。今日のアバターはアイコジ、あ先輩方、チェキ応募せんとな、そうだチェキもね。3期生のページ多かったの、まあでも14人、うん、みんなね載せていただき、ハサミで開けますが、南光さん A 型ビリビリ、そう私ビリビリ派なの。キッドさん俺 A 型やけど開き方めっちゃ雑に開ける、え、そう私もえ、なんかでもねこれね、アイドルのグッズとかが届いたらめっちゃ綺麗に開けるの、なんだろうねこの違い。ひなつーん、ひなつーんもさブログ見てくれていっぱいツイートしてくれてたでしょ、嬉しかった。そうそう、メールで今日最後に送ったメールが多分なんだっけ、そう2期生終わりの、2期生オーディションが終わって1ヶ月後ぐらいの写真なんですよ、今日メール送った写真、メールについてた写真が。それをひなつんはすぐ分かったって書いてて、さすがだなって思いました。もっくん元気もね、見せのんたんさん、ひーたんありがとう来てくれて、自己紹介なんだよねん、そう自己紹介は大切、自己紹介は大切だよね。そうでもさ、そうみんなそのカスミンって呼んでください、サッチって呼んでくださいとか、リエチって呼んでくださいみたいな感じで言ってる中、姫野は姫野って呼んでくださいって言っちゃって、ヒータンって呼んでくださいって言えなくて、なんかヒータンから姫野呼びに、今はね、今はっていうかこのなんだろう、皆さんの前こういうそのなんだろう、ショールームとかしてるときはヒータンって呼んでた気がするんだけど、最初の方自分のことを、だけどもうなんか最近姫野姫野ってるよね。アイドルは面のお仕事だと思っていました、4年前のあの夏まではかっけえとね、やめな、絶対バカにしてるでしょ、やめな。そうヒータン消えないでよ、だってひなつん、ヒータンひーちゃんモード、確かにそう、姫野ひろっち、ちら花子さん、花子さんにはならない、そう消えそう、 いずれ消えそう、多分いずれもう、え、でも全然嫌じゃないから、みんなからヒータン呼びされるのは嫌じゃないからいいんだけど、もう姫野多分なんだろう、ヒータンって呼んでくださいって言わないような気がする、自分で、わかんないけどね、わかんない、それはわかんないんだけど。河内さん、ヒータン、奈々ちゃんに、奈々ちゃんにはしません。コラーとかつけてしまいそうだ。奈々ちゃんは絶対もういいです。ヒータンメール、あ、15分経過した？ヒーナ、ヒータンって感じする？でも、ヒメナって呼んでもなきゃ、え、ヒメナでいいよ、全然。コールは、え、コールは、え、もう違うの、その姫野別に気にし、私自分がヒータンって発することがなくなるだけで、みんなからヒータンって言われるのは全然あれじゃないし、姫野って呼ばれてもいいし、ヒータンって呼ばれてもいいし、全然どっちでもいい。コールももうほでも絶対でもヒータンで全然いいですよ。 AKB 新聞もね、あれ多分名前順だから。今日もツイート見てくれてありがとう。え、こちらこそ。待って、ついさっきひなつんさんとお友達になり、え、嬉しい。ひなつんはすごく綺麗なお姉様なので仲良くしてください。私がこの間受けた学童労働なんてするの、すごい保育士さんみたい。やっぱり姫野が呼びやすいね。49歳、え、そう、ではこの辺で今日はちょっとこのあと用事というかしなきゃいけないことがあってですね、23時までに、23時までというか24時までに。恋してカップさん、こんばんは。みさみさちゃんと大人、嬉しい、ありがとう、つながってくれて。リエチ引いたんで、頑張れ、ありがとう。ではそろそろあれを読みますね。
13位がムムさん、12位ハマピーさん、11位が徳島のひーくんさん、ありがとうございます。10位がまえちゃん、9位がひなつん、8位がラパンさん、ありがとうございます。7位がゆうきさん、6位がこういちさん、5位がゆうさん、ありがとうございます。4位がりかちゃん、3位が南光さん、2位がうらべさん、1位がとよたん、ありがとう。そして当選おめでとう。風早く直してね。おつおつひたん頑張ってね、頑張る、ありがとう。おつおつひらとうずさん、おつみんなありがとね。ではまた明日お会いしましょう。明日も、明日は早くできる、明日は長くできると思う。ではおやすみなさい。おやぴんありがとう。